世界遺産平泉、5つの構成資産のほかに5箇所の追加登録を目指しています。先週に続き追加登録を目指す資産を紹介します。長者ヶ原廃寺跡は長らく三代秀平の御用商人金売吉次の屋敷跡と言われてきました。しかし調査により炊事塀や本堂など寺院形式の建造物跡が確認されたのです。このことから藤原氏以前に活躍した清平の母方安倍氏の時代に建立された寺院跡と推測されています。北上川に囲まれた白鳥建遺跡は往来する船の監視所があったと考えられています。また近年鉄や瓦桶を製作加工する工房跡や建物群、国内外の陶磁器や古銭が発掘され、藤原氏の時代平泉の物流を支えた川港であった可能性が高まっています。14世紀に描かれた絵図と同じ景観を残す骨寺村荘園遺跡、藤原氏の時代中尊寺教蔵別当領、つまり中尊寺教蔵の責任者が管理する土地でした。途切れた時期はありましたが、ここで収穫される新米は中尊寺に奉納されています。平泉とその周辺の歴史はそれぞれ影響を及ぼし合ってきました。追加登録を目指す5つの資産は平泉を語る上で重要なものなのです。